おはようございます。本日の速稼塾ニュースをお届けします。今日はね、自己責任についてお話ししようかと思います。自己責任っていうのは、いつも私が申し上げているのは、発信者が情報を受け取った人に責任を押し付けるために、最終的には皆さんの自己責任ですよみたいな言葉で締めることがありますけども、これはちょっと使い方が私としては違うなと思います。自己責任っていうのは、あくまでも情報を受け取った人が感じるっていうかね、勝手に思うことなんですよね。だからいろんな情報を取って、何を採用するべきか、何を無視するべきかっていうのは、まさに自己責任だと思うんですよ。で、そこから第一歩進んで、何かのコミュニティに所属したりとか、例えばこの速稼塾に参加したりとかする時の自己責任っていうのは、どんなことをしてほしいのかとかね、こういうところがまだ自分に対してはまだフラストレーションがあるんで解釈をお願いしますみたいな要望をあげる、要するに教育を受ける権利があるよってことなんですよね。こういうふうにしてくださいっていうふうに要求を出す権利がある、これも自己責任だと思いますので、何か特定のですね、例えば速稼塾の中にはプレミアムっていうね、 FX 専門のコースがあるんですよ。で、ここでどういうことをやってほしいのかっていうことを要望する権利があるわけですよ。そのプレミアムに入った方にはそれを言う権利がある、プレミアムに入ってない方には言う権利がない、この関係が自己責任なんですよね。ですから、流れてくるコンテンツとか、なんかね、自分に必要なものは勝手に送ってくるだろうみたいなことを考えたら、ちょっとこれはね、小学校とか中学校の考え方なんですよ。で、あくまでも、もう高等教育ですね、高校とか大学とか専門学校とか短大とか進学するとかね、社会に出るっていうことは、何をしてほしいのかってことを、それを提供できるべき人に要求をする権利を持ったっていう自覚が必要なんですよね。これが自己責任の原理だと思います。ですので、私は国や行政に対して納税者としてきちんと権利を主張して、あれをしてくれ、これをしてくれと、実現しないことがあるかもしれないけども、それでも要求を出すことはやめないってことにもなりますし、どっかの例えば会社に所属したら、職場の環境を整えるために上司にお願いをするとか、倫理を通してもらうとかっていうことを、していくってことも一つの方法だと思います。もちろん上司によって頭が固かったりね、自分の言うことを聞いてくれない人いると思いますけども、それをどのように聞いていただけるのか、どういうふうな関係を作れば自分の要求が通りやすいのかってことを業務の中で作っておく、信頼関係を構築するってことも自己責任だと思います。いわばですね、この世の中って自己責任で溢れてますので、自分がやったことしかできるようにならないと、自分が作ってきた道しか歩けるようにならないってことですよね。自分の歩く道が誰かによって引かれるだろうみたいなね、いつまでもそのお母さんが何でもかかんでもやってくれるみたいなことを世の中に期待するのは、ちょっと自己責任の原理から外れてるかなと感じております。本日は以上です。失礼します。